中野ロープウェイが入居する中野ブロードウェイ。中野ロープウェイは中野ブロードウェイ地下1階にある雑貨店。女性アイドルがよく訪れる店として知られる。店主の伊藤により2010年に開店。店名は中野ブロードウェイのパロディであるが、開店前はバレッジ・ビンガードとどちらにするか迷っていて、友人たちの意見はバレッジ・ビンガード優勢であったが、直感で中野ロープウェイに決めた。 開店当初の店舗は、現在倉庫として使っているスペースで、当初販売していたアイテムは、前年タイを旅行した際に購入した犬のキーホルダー30個と T シャツであった。今も販売する雑貨は自ら東南アジアで仕入れており、その際は、店舗は休業となる。中野ロープウェイの名を広めたのは、電波組。インク加入前からの知人であった夢。 眠りネムがたびたび店に遊びに来て、ツイッターで宣伝してくれたことが大きかったと、伊藤は語っている。ちなみに、夢眠りは、芸名の名前、ネムを決めるときに伊藤に相談したという。また、伊藤は、広田愛花のニックネーム、あやいやわだりんの芸名の名付け親でもある。なぜアイドルが、よく来店するのか。という問いに、伊藤は、僕がアイドルを好きなので目ざとく気づくからと答えている。 アイドルがまだ有名でない頃から来店していて、彼女たちが頑張ってくれたおかげで、結果的にアイドルが訪れる店としての知名度が上がったと分析している。なお、伊藤のアイドルファン時代については、タワーレコードオンラインで連載されていたアイドルのいる暮らしに詳しい。伊藤の紹介で後にアイドルとなった来店客もおり、福縁持ち、早桜に子、ドクターマヒルンなどがいる。 毎年6月に新宿ロフトで周年ライブが開催されている。ありがとうございます。